日本愛知県豊田市折平町折平町は愛知県豊田市の町名。豊田市の北西部に位置し、藤岡地区に属する。町域西部で尾張国と接し、戸越峠を要する戸越道が王子より瀬戸との交通の要であった。現在では主要地報道である愛知県道33号瀬戸した羅線が戸越峠を越える。町域南東部では、 主要地方道に、愛知県道350号北一式東、広瀬線と愛知県道353号太平より、平線が接合し、人家及び町の中心部はこの辺りに広がっている。その他、町域北部、北西部、西部は広大な山林が広がり、北曽木町にほど近い瀬都市との境界線上におり、平山がそびえる。町域南部をいいのがは支流である折り川が、 東進市、町域東部で屋敷川が、町域西部では西屋敷川が、それぞれ織日川に注いでいる。明治中期に主要地方道が開通し、沿道に鉄工場やろうそく工場が立地した。また大正期から昭和初期にかけて、糖度の原料となる石粉の生産が盛んであったという。2019年7月1日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。国勢調査による人口の推移市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。天然記念物名簿散布地上館跡とその他墓。ありがとうございます。